桜坂46の藤吉夏鈴が、2024年1月29日スタートの NHK 夜ドラ、作りたい女と食べたい女、シーズン2、総合、月曜から木曜、夜10時45分から11時全20話、に出演することが決定した。藤吉夏鈴、作りたい女と食べたい女、シーズンに出演決定。本作は、彼女たちが心を通わせ、時に支え合い、時に料理を囲んで楽しい時間を過ごしながら、それぞれが抱える悩みや生きづらさと向き合っていく物語。特編では、自らの恋心に向き合う、作りたい女、野本さん、比嘉愛未、と、その恋の相手である、食べたい女、春日さん、西野恵美、に加え、二人を支える女性たちが登場する。バル、二人と同じマンションに引っ越してくる、南雲さん、役には、今年の紅白歌合戦に出場する桜坂46のメンバー藤吉。小食で、かつ人前で食事をすることができない、会食恐怖症の、食べたくない女を演じる。そして、野本さんが SNS で知り合うレズビアンの女性、ヤコさん、役には、映画、ドラマ、舞台と幅広い演技で活躍する友坂理恵。食べることは好きだけれど料理はしたくない、作りたくない女を演じる。また、ドラマオリジナルキャラクターである、野本さんの職場の同僚、佐山さん、役には、前作に引き続き森田美里の出演が決まった。藤吉夏鈴コメント、南雲瀬奈役、南雲瀬奈役を演じさせていただきます。藤吉夏鈴です。こうして新たな環境で挑戦させていただけること嬉しく思っております。暖かな空気をまといながらも、人の気持ちの奥の部分まで書かれている作品になっています。見てくださると嬉しく思います。精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします。友坂理恵コメント、ヤコカナメ役、優しくて、思いやり溢れる作品だなと思います。そして、とっても美味しそう。ヤコさんは、演じながら私自身が励まされ勇気をもらえるような、そんなキャラクターです。素敵な共演者の皆さんと、すくたべの世界に浸り、存分に味わえますように。そんな時間を視聴者の皆様にも楽しんでもらえたら幸いです。森田美里コメント、佐山千春役、大好きな、すくたべ、お帰りなさい。佐山さんとして、野本さんと春日さんお二人の姿をまた拝見できるのかと思うと、ほっこりが止まりません。脚本を開くと、温かく優しく、時に現実にぶつかりながら、自分のペースで今この現代を歩んでいく人たちの足跡をたくさん発見します。何も言わずにそっと側にいてくれるような、このぬくもりある作品が多くの方に届きますように。そして、佐山さんの環境も少し変化がありますのでそちらもお楽しみに。制作統括、大塚明コメント。今日このキャストの皆様を発表できることをとてもワクワクしておりました。南雲さん役の藤吉さんを初めて拝見したのは、メガボルトでした。なんだこの存在は。と心が釘付けにされたその感覚は、南雲さんとして存在している時も健在です。おそらく人の心を沼らせる星に生まれたんだと思います。ある悩みを抱える南雲さん役ですが、今までに見たことのない藤吉さんから目が離せなくなること間違いなしです。森田さん演じる佐山さん役は、ドラマのオリジナルキャラクターです。前作も本当に難しい距離感やセリフが多くあったと思います。ただ、森田さんはその難しさを微塵も感じさせないくらい、絶妙な役作りの上で現場に臨んでくださいました。まさに、森田さんにしか成し得ない技、続編も信頼感しかありません。そして、ヤコさん役は友坂理恵さん。セリフを聞いた瞬間、ヤコさんの持つ力強さや明るさ、歩んできた年月を内包してくださっている気がしました。一つ一つのセリフやお芝居の説得力の高さには脱帽で、原作の中にいた、ヤコさんに会えた、感覚です。常に第一線で活躍され数多くの役を演じられてきたにもかかわらず、いつも新しいキャラクターを見せてくださる友坂さんにヤコさんを託せること、心より嬉しく思います。
特編、ありがたき俳優部の皆様とご一緒させていただけることの尊さをかみしめながら、皆様にご覧いただける日を楽しみに制作してまいりたいと思います。